2022年を振り返ると、先生向けのアプリ紹介の連載を始めました。リモート会議に関するデジタルブックを Apple Books にも出版しました。これは研修の企画会議をリモートだけで行ったものをまとめたものです。理科の授業では PBL 型の学習として生徒たちがデジタル図鑑を作りました。人体の仕組みを分かりやすく解説する図鑑です。36チームがそれぞれ興味のあるテーマに分かれてページを担当しました。文章だけではなくイラストやムービーを付け加えました。 AR やスクラッチやコマ撮りの手法で丁寧にムービーを作成しました。一気に生徒の表現方法が多様になったと感じています。2023年は子どもたちとどんなものを作ることができるのかとても楽しみにしています。